ヒート49本拠地名古屋10.27開催決定。そのメインイベント、ヒートキックミドル級タイトルマッチ。強打のエースアミラル・ヒマラヤンチーターが2度目の防衛戦を迎える。対する J1 が送り込む危険な刺客、藤村大輔。やるかやられるか、倒すか倒されるか、KO 必至の戦いから目が離せない。そしてセミファイナル、ヒートキックナイト級王者決定戦がラインアップ。高速回転のパンチを武器に持つ志村道場の特攻隊長安川祐希に対するは、冷静沈着な試合巧者、屈指のキックボクサー北川祐希。殴りと蹴り、異なる個性のぶつかり合いが金網の中で名勝負を生み出す。 MMA のライト級において次期挑戦者決定戦という熾烈な戦いが行われる。九州福岡のオールラウンドシューター菅原一馬と茨城のフィジカルモンスター岡野勇気。ヒートの頂点に近づくのは果たしてどちらの実力者か。より強き者だけがこの舞台では生き残る。そして格闘技業界を震撼させるイゴール田辺の MMA 初挑戦も決定。グラップリングの中重量級で数々の栄光を掴んできた寝技の怪物は果たしてどんな戦いぶりを見せつけるのか。全ての格闘技関係者、格闘技ファンが注目する、その MMA 初陣要注目。ヒール、それは誰もが熱く光り輝き主役になれる。ここに集いし者は皆その主役になるために己の全てをかけて完全勝利を誓う。 10.17 名古屋国際会議場、ヒート49。この場所で生き残るなら勝つしかない。